第一次、安倍改造内閣は、衆議院議員の安倍晋三が、第90代内閣総理大臣に任命され、2007年8月27日から、同年9月26日まで続いた、日本の内閣である、改造前と同じく自由民主党と公明党との連立内閣である、在任期間は30日間。安倍おろしも、参照2006年9月26日に成立した、第一次、 安倍内閣では発足直後から複数の閣僚による不適切発言と政治と金の問題、ずさんな実態が発覚した年金記録問題、小泉改革の負の依存といわれる格差社会の深刻化の問題などが噴出し続け、安倍の対応ぶりがその度に大きく注目された。翌2007年7月29日の第21回参議院、議員通常選挙において、 政権与党の自由民主党、公明党は共に歴史的惨敗を喫した。中でも自民党は党創立以来守り続けてきた参議院第一党の座を民主党に奪われた。このため自公政権は参議院においては少数与党としてねじれ国会への対応を迫られた。このような結果に対して安倍の身体が注目されたが安倍は選挙翌日の記者会見で 反省すべきは反省し、党三役、閣僚を変えて、人心一心し、改革を止めてはならないとし、メールマガジンでも、戦後レジームからの脱却、その方向性を変えてはならない、教育再生や公務員制度改革、新成長戦略の推進、地域の活性化、再生、この人事を見て、安倍内閣は、最初から、この婦人で行くべきだったのだと感想を述べる者も多かった。 この内閣改造を民主党幹事長の鳩山幸男は派閥会長が3名、派閥領収クラスが1名入閣していることを指して、派閥領収内閣、サプライズがないことがサプライズと共産党初期局長の一田忠義は今空気が読めないというのが流行っているが、書き集め寄せ集めという意味でも KY 内閣と社民党党首の福島みずほは安倍 PTA 内閣と それぞれ評した。マスメディアは、チーム、安倍の交代ぶりを見てとって、崖っぷち内閣、また、同時期に、石屋成果で発覚した、賞味期限先延ばし問題になぞらえ、白い恋人内閣と揶揄した。内閣改造は、当初、9月初旬の第168回国会の招集前に行う、予定であったが、元首相の森吉郎などの圧力により8月27日に、前田、 安倍は8月下旬の外遊前に、すでに新内閣の構想はほぼ決定済みと話していた。実際、2007年8月の防衛事務次官人事騒動で主役の一人であった、防衛大臣の小池百合子は、イージス艦の情報漏洩をめぐる防衛省全体の責任を取って隕石辞任し、安倍改造内閣では留任しない意向であることを、安倍に事前に了解してもらっていた。 小池は8月24日にはその内容を自ら記者会見で語っていた。惨敗した参院自民からは、長期にわたり参院自民党国対委員長を務めて、北矢野哲郎が入閣確実であると報道されたが入閣できなかった。これについて、矢野安部に、承服できない、私の政治生命がかかっているんだ。こういう理由で外されたとわからないと、私も、 講演会も納得できないと抗議したが、結局、差し替え入閣はなかった。改造直前になって、事務所費関連の疑惑が新聞市場で発覚した総務大臣の菅義偉は、再入閣できず、自由民主党選挙対策総局長のポストをあてがわれた。また、政調会長の中川昭一は、今回も、党三役、閣僚候補とマスコミには報じられていたものの、 実際には、衆院憲法審会長に就任する中山太郎の公認として自民党憲法審議会長に就任したのみであった。安倍続投を批判し、八派閥の中で唯一礼遇された谷垣派会長の谷垣定一は、言うべきことは言っていくと存在感を示していく。戦術を表明した。2007年8月27日、安倍改造内閣が発足。同日、 政治とお金の問題は透明性を高めていく努力をしなければいけない。閣僚においては何か指摘されれば説明をしなければならない。十分な説明ができなければ去っていただくと述べ、改造前のようには問題閣僚を無闇に変わ,わないという方針に変更したことを明確にした。しかし組閣してわずか4日後の2007年8月31日。 農林水産大臣の遠藤武彦が代表を務める自由民主党山形県第二選挙区支部が2005年9月農林水産省所管の独立行政法人の補助金を受けている山形県家畜商業共同組合から5万円の献金を受けていたことが分かった独立行政法人についての規定はないが同支部は30日同組合に返金した上で 政治資金収支報告書を訂正した。また自身が組合調理事を務めている老いたま農業共済組合が農業災害保障法に基づく掛け金115万円を加入者を水増しするなどの手口で国から不正受給していたことも発覚。会計検査院は2004年6月の実地検査で把握して山形県に指摘し2007年5月にも山形県に 組合側の対応状況を問い合わせていた。遠藤は当初は辞任しない意向を示していたが、国民の誤解や政府、与党内の混乱を招いたとして9月3日、午前、辞表提出した、在任期間わずか8日で、安倍内閣成立から3人目の農林水産大臣の交代となった。また同日、坂本幸子外務大臣政務官も、政治活動期た重形状問題により、 辞表提出した。その他、財務大臣のぬかが福士郎の事務所未登記、環境大臣のかもした一郎の政治資金収支報告書の借入金の記載不備、内閣官房副長官の岩木光秀の政治資金収支報告書協議記載、経済産業大臣政務官の小木原健次の自宅電気代の自由民主党への付け替えと、相次いで閣内の不祥事が発覚し、 安倍の任命責任が問われる事態となった。野党側は、安倍への問責決議案提出、遠藤来の国会議員辞職要求などを検討しており、安倍のさらなる求心力の低下、及び政局への発展は避けられない情勢となっていた。9月9日、豪州、シドニーで開催された APEC 首脳会議の終了にあたって開かれた記者会見において、 テロ特ク法の延長問題に関し、全力を尽くし、職を落としていく考えで理解を得ていく。すべての力を振り絞って、職責を果たしていかなければならない。そのことで、私が職責にしがみつくということはない。と、給油が継続できない場合は、内閣総辞職する覚悟であることを示唆した。9月10日招集の第168回国会で、安倍は、 職責を果たし全力を尽くすと、初心表明演説を行った。しかし9月12日の正午過ぎに、テロ対策特別措置法の延長が厳しくなったこと、野党との党首会談で問題を解決できそうもない、ことなどを受け国会対策委員長の大島忠盛に、首相辞任の意向を伝え、午後2時からの記者会見で、正式に首相辞任の意向を表明した。当日は、午後1時から、 所信表明演説に対する民主党の鳩山幸夫、長妻明から代表質問が行われる予定だったが、それを目前にしての辞任表明であったため、政権交代を目指す民主党議員たちからも大いに驚きを持って受け止められた。内閣官房長官の与謝野馨が首相辞任会見直後に安倍が述べなかった重大な辞任理由として健康問題があることを、 直ちに補足したものの、海外メディアを含めて、敵前逃亡、政権放り出し、偽りの所信表明などと、散々な国評を被る事態となった。安倍自身が会見で語った、辞任理由について、名誉とされる前官房長官の塩崎康久は、口実に決まっていると解説した。これに加えて、安倍の突然の辞任会見の数日前から、安倍が主導権を、幹事長、 官房長官ラインに奪われているらしいこと、及びチーム安倍が内閣改造で空中分解したために安倍が孤立しているらしいことなどが新聞はじめ各方面から示唆されていた。安倍は9月13日から体調不良を理由に都内にある慶応義塾大学病院に入院していた。辞任表明会見後の最初の記者会見を9月24日17時から病院内で行い、 国民に対する謝罪を表明し、病気辞任であることを正直に述べるべきであったことを率直に認めた。またチーム、安倍の空中分解を辞任理由とする説については、会見後の質疑応答で完全否定している。この11日間の入院期間中に、安倍は一度も病院外へ出ることはなかったが、政府は安倍とは連絡が取れる状態であることを理由に、首相臨時代理を置かなかった。 首相としての執務は病室の隣の部屋で行っていたという。福田康夫内閣の組閣人事が固まった2007年9月25日、内閣は総辞職し、安倍は次内閣の総まとめとなる談話を発表した。福田新内閣の認証式が翌26日になったため、安倍改造内閣の任期は自動的に2007年9月26日までの31日間となった。 このため、安倍の首相としての通算任期は366日となった。これは、日本国憲法下の首相では7番目の人気の短さであった。また、内閣改造後の16日後の退陣表明と29日後の内閣総辞職は、第2次、田中閣、なお参院選の結果や、今回の改造内閣人事を反映させるため、9月18日に出版が予定されていた。 国会議員要覧、9月19日に出版が予定されていた国会便覧は、安倍の大臣表明を受け販売の急遽中止を決定した。より新しい情報を反映させるためで、最新版には新たに発足する内閣の閣僚を名簿が掲載されることとなる。これらの書籍にとっては1989年6月に、 わずか69日間で退陣した宇野内閣以来の幻の内閣となる。この辞任を受けて、朝日新聞社が9月13日に緊急世論調査を行ったところ、70%がこういう形の辞任は無責任と、50%が早期に衆議院解散するべきという結果が出た。発足直後の大手新聞各社による支持率調査内閣改造後の世論調査では、 支持率はやや回復した。各社差はあるものの、支持率、不支持率がそれぞれ大幅に上昇、減少した。前内閣では定員いっぱいの5名であったが、2名になった。2007年8月29日任命。2007年8月29日任命。閣僚名簿等首相官邸、安倍総理の動き安倍改造内閣の発足首相官邸安倍内閣総理大臣記者会見。 首相官邸基本方針首相官邸安倍改造内閣の発足平成19年8月27日政府インターネットテレビ安倍改造内閣発足後総理大臣記者会見平成19年8月27日政府インターネットテレビ安倍首相突然の辞任 NHK アーカイブスありがとうございます